本日は振り返り会です。それでは NC 比嘉さんお願いします。今日も新たにイノベーションよろしくお願いします。お願いします。本日は前回ですね、出ていただいた、ゲストさんを振り返っていきたいと思います。あなたと共に感動を作るウェブ制作や動画制作を行っているローゼンブリッジ代表の西尾智博さんを振り返っていきたいと思います。西尾さんの3つのポイントから早速いきたいんですけども、1つ目に自分らしさ、2つ目に人の縁、3つ目に何でもやってみる、そういったものを合わせてラベリングさせていただくと、ワクワクで人を引きつける人、そういったことなのかなというふうに感じました。その理由としてはですね、西尾さんはこれまで自分に正直に心がワクワクする方へ挑戦し続けてきた方だと感じました。その挑戦の中には多くの失敗や悔しい思いもたくさんあったと思いますが、一方で多くの方とのご縁が現在西尾さんの重要なポイントなのではないかと感じました。それは自分らしさ、何でもやってみるという自分に正直な西尾さんだからこそ、その人の縁がつながったんだと思い、ワクワクで人を引きつける人というラベリングをつけさせていただきました。これまあ放送収録を通してですね、その西尾さんの印象ってどんな感じですか？ちゃんと。あ、爽やかです。確かにそうですね。はい、なんかなんだろう、柔らかい感じの全体の、はい、印象をとても受けますよね。なんか前に一回FM やんばるの写真撮ってもらったじゃないですか。あ、そうですね。はい。なんか緊張すると感じだったんですけど、撮ってもらいやすかったですね。柔らかい感じ。確かに。はい。実はね、この LSM ラジオが、FM やんばるさんの移転スペシャルで3時間、新たなその資料制作を作るということで、そこでカメラマンとして西尾さんが担当されてたんですね。その時に我々と接点があって、それがこのラジオ出演につながったという話で、その時の印象ですよね。はい、はい、そんな西尾さんの人生活の理念なんですけども、自分の本音に生きること、そういったことをですね、その理由としては、本当の音からずれているとどうしても努力感が出てしまったりするので、とにかく自身の音を聞くことを第一にしています。また徳を貯めるとうまくいくようになるという考えがあって、その考えのもと SDGs のイベントを開いたりしています。そういうことなんだということですね。やっぱり次の失敗談とかですね、いろんなところが出てくるんですけども、その人生経験を西尾さん通してですね、どういう形にしてもとにかく自分の本音、を大事にしながら突き進むというところで、もう一つがやっぱりその徳、とにかく利他的だっていうことだと思うんですけど、その徳を貯めるような活動、生き方、それを大事にしながら進みたいですっていうことですよね。あとはどうしても努力が先んずるっていうよりも夢中になりたいってことですよね。自分に本音っていうことは、無が夢中、夢中になる、そういったような形で何かしらの活動をやっていきたいんだ、そこには本音なんだっていうことだと思うんですけど、そういった話を聞いていっちゃったらどんな印象ですか？面白いですね。なんか本当に自分に正直で、だからこそ、自分がそのやることに関しても集中してできるのかなっても思うし、でもそれが自分のためだけじゃなくって、やっぱり縁とかも大事にしてる方なので、なんか周りの方とかにもなんかいい影響とかがあったりするのかなと思って、すごい面白い。それが最初にいっちゃんさんが言ってたこの接した感じの柔らかい雰囲気とか、その辺は多分その人を意識してるからとかですね、そういったところにもしかして現れてるのかもしれないですね。そんな西尾さんの失敗談なんですけども、これはもう強烈ですけどね、2年間、給料がなくダークマターに精神をやられましたっていう、どういったことだったのかと言いますと、
世間的に言われる失敗というものはたくさんしているような気がするんですが、うん、仕事の失敗であれば次の改善につなげたり、うん、何か選択の失敗であれば次はこう考えたらよりうまくいくと捉えているので、特に悲観的になるような失敗はないかなと思ってます。だから成功のもとなんだってことですね、うん、そういうふうに失敗というものを捉えている、うん、でちょっと最初に言ったこうダークマター、どういった状況だったかというと、まあ、知り合いの方に、うん、一緒に仕事しないかって言われて、うん、ざっくり言ってですよ、細かく具体的には、まあ、その西尾さんの放送会聞いていただきたいんですけども、うん、そのとにかく無給で働き続けたっていう、うん、それがとんでもないなと思いますね。実はでもそこでいろんな人とつながって現在そういう仕事につながってるとかっていうのがあるみたいなんですけども、はい、どうします、言っちゃうんだろう、2年間無給っすよどうして2年続いたのかなって逆にすごいですけどね、はい、続けられたんだと思うけどねえ、止めるとなぜ2年ね、途中止める機会いっぱいあったあったはずだけど、ね、確かに確かにいい人なのかな、ねえ面白い、ついていくこのメンタリティもやべえなと、ね、うんうん、ある意味このストロングですよね、はい、メンタルが、うん、そんな西尾さんの学びターニングポイントなんですけども、うん、いろんな活動をしていく中でどうやら倫理に頼るとうまくいかなそうだということをだんだん身に感じたそうなんですね、うん、特にピンとこないのにやった時などうまくいった試しがないため、うん、常に自分自身問いかけることで、それをやるかやらないかを判断するようになったと、うん、それ以降より人生が面白く肯定的に捉えられるようになった気がしますということなんですね、うん、これがまさに理念につながっている自分の本音に生きることの、まあ、本質ですね、はい、それが学びターニングポイントから来てるってことですね、うん、これ今の話聞くと、うん、ものすごくメンタル的な話に聞こえるんですよ、うんうんうん、あと一個その西尾さんの、うん、特徴の部分であるのが、ものすごく大学でですね、実は、はい、宇宙物理研究をしていたんですうんうん、うん、ブラックホールの研究とかしていわゆる物理なので全くなんだろう、全く違うとは言いませんけど、うん、ま、なんかなんて言うんだろう、相反するような感覚じゃないですか、はい、メンタリティの話と物理的な話って、うんうんうん、だけど実際大事にされて西尾さん自身は、うん、そのより自分というメンタリティを中心に物事を判断し、うん、いろんなものに取り組んでるっていうところ、ものすごくなんか面白いなと思って。面白い。やっぱ物理もものすごく大事だろうし、うん、そのメンタル的なところ、いろんな経験則から来るものを自分の中で混ぜ合わせて、結果この自分の本音で生きていくみたいな結果が生まれたっていうところが、うん、なんか面白いなと思うんですけど、どう考えますか？そうですよね。なんか反対側の考え方みたいな感じがするのに、うんうんうん、どっちかって言ったらそこ片方だけのところにどんどん深く考えていきそうなの、うん、ところを、うん、両方知った上で、うん、このメンタルのところでこの自分自身を、うん、の意見を自分で探すみたいな、うん、で自分の真実はこれ見えないのじゃないですか、うんうんうん、そこに突き詰めて答え出してるところが面白いなと思って。そうですね、マジで面白いですね、うん、ねえ、そんな西尾さんの、うん、まあ最後のテーマですけど、現在の活動というところで、現在ですね、あなたと共に感動を作るウェブ制作&動画制作ローゼンブリッジという会社の代表をされています、はい、コンセプトですね、感動を告げる、心を動かす、そういったコンセプトで、会社を運営されています。主なサービスとしてはですね、ウェブ制作、これは様々な業種のウェブ制作を行っているそうです、動画制作としては商品、サービスの広告用のインスタグラムのリールや TikTok などスマホなどへの最適化した動画制作も行っています。もう一つは写真撮影、星空フォトを軸にポートフォリオ撮影やブライダルなどの商品撮影も行っているということですね、うん、西尾さんはですね、西尾智博さんという名前で Facebook だとかインスタとかですね、まあ、そういったところに、ローゼンブリッジさんでやられているその動画とかいろんなものをちょいちょい上げられてますので、実際どういった感じの作品といいますか、うん、ものを上げてるのかなというところを気になる方はぜひ見ていただければなと思いますね、
実際面白いですよね、見ていて。うんうんうん、まあ、そういったところで、現在、今回ですね、振り返り会で、名護市で、あなたと共に感動を作る、ウェブ制作&動画制作、ローゼンブリッジ代表の西尾智博さんを振り返っていきました。以上になります。はい。ローゼンブリッジ代表西尾智博さんへのご連絡先は、お電話番号 080-6264-9071 へお願いします。LSM レディオの過去放送は YouTube で、LSM 情報で検索お願いします。YouTube の概要欄からも確認できますので、お願いします。本日は以上になります。See you!